ブダペスト包囲戦は、ハンガリーの首都ブダペストの包囲戦であり、第二次世界大戦末期、赤軍によるブダペスト攻勢によって行われた戦いの一つである。九百四十四年十二月二十九日、ハンガリー軍、ドイツ国防軍によって防衛されたブダペストが、赤軍、ルーマニア軍によって包囲された時、この包囲戦が始まり、九百四十五年二月十三日、 守備隊の無条件降伏をもって終了した。ブダペストの包囲は、ソビエト赤軍、第二ウクライナ方面軍の一部が行い、ドイツ国防軍、武装親衛隊、ハンガリー軍の雑多な部隊が赤軍に対し配置された。ブダペスト包囲戦は、第二次世界大戦で最も血の流れた戦いの一つであった。1941年の独祖海戦以後、ハンガリーは、 ドイツと共にソ連との戦争を続行していたが、戦線に敗北の様相が濃くなるにつれ、その協力度は気の乗らない衛星国のそれになりつつあった。1944年春までには、戦況を絶望ししたハンガリー政府首脳は、連合国との休戦を望んでいたが、ドイツはバラトン湖周囲にあるハンガリー油田を必要としており、また、ハンガリーに居住する、 ユダヤ人の徹底的な殲滅を計画。3月19日、ドイツ軍はマルガレーテ作戦を発動。部隊をハンガリーへ侵入させ、親独派のストーヤイでメ政権を樹立させる。しかし、ハンガリー摂政の座を保ったホルティミクロー主帝徳は、なお休戦を試みようとしていた。1944年6月末。 バグラチオン作戦成功とその後の進撃により、ソ連軍はバルカン半島に侵入してきた。1944年10月、ホルティも連合軍と和平について交渉する機会をつかんだ。しかし、ドイツ側にこのことが露見してしまい、10月16日、ドイツ軍はパンツァーファウスト作戦を発動、ホルティを摂政から退任させ、親なちのや十字塔と、 その指導者サーラシ・フェレンツがハンガリーを掌握することとなった。1944年10月29日、赤軍はブダペストへの攻撃を開始し、二つに分けられた100万名以上の赤軍将兵は迅速にブダペストへと進撃した。赤軍の作戦はドイツ軍、ハンガリー軍の残存部隊をブダペストから駆逐することであり、 1944年11月7日、赤軍、ルーマニア軍は、ブダペスト旧市街頭を20キロ郊外に達していた。12月19日、休養と再編成の後、赤軍は、攻撃を、再開。12月26日には最後に残っていた、連絡路であるブダペスト委員官街道を赤軍が、切断。 このためブダペストは包囲されることとなった。この一連の構成のさ中、ハンガリーの国民指導者サーラシフェレンツが12月9日にブダペストから逃亡した。ブダペスト包囲網下に残ったのはドイツ将兵3万3000名、ハンガリー将兵3万7000名、民間人80万名。ドイツのアドルフ・ヒトラーはブダペストを要塞都市と宣言。 包囲網の突破脱出を禁じ、第 9SS r ペン軍団司令官、カール・プフェッファー・ビルデンブルーフ新衛隊大将を、守備隊の最高指揮官に任命した。東部中央ヨーロッパ最大都市であるブダペストは、ヨシフ・スターリンの大きな目標であり、ヤルタ会談の開催が近づきつつある中、スターリンは、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルと、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトに、 彼の力を誇示したいと考えていた。1944年12月29日、包囲網完成を受けてソビエト第2ウクライナ、方面組司令官マリノフスキーは、ブダペストに降伏を勧告するために、特使2名を派遣した。しかし、特使は、戻ることはなかった。このことについては、特使が、赤軍により、故意に射殺されたと、 ドイツ・ハンガリーの歴史家の一部は主張しており、この点については、ソ連内でも広い議論が存在している。また、他の意見では徳使らは、帰り道の途中、誤射されたと主張しているが、いずれにせよ、これを降伏の拒絶と判断した赤軍は、ブダペストへの攻撃を開始した。赤軍を迎え撃つドイツ軍構成は、街の東側、ペシュトへ向けられ、 中央大通りを急速に進撃してくる赤軍に、ドイツ軍、ハンガリー軍は圧倒された。効果的な反撃は不可能と思われたため、ドイツ・ハンガリー軍の指揮官はせめて敵の進撃を遅らせるため、死体戦術を作戦の中心とし、最終的には、ペシュ島を放棄してドナウ川を渡って交代、ブダの丘が多い地形を利用して、さらなる防衛戦を行うこととした。 1945年1月、ドイツ軍は、コンラート作戦と呼ばれる、海囲い作戦を開始、包囲された、防衛部隊を救出するためのドイツ・ハンガリー両軍、共同の作戦であり、3時にわたって行われることになる。1月1日、第1次、コンラート作戦が開始、ドイツ第 4SS 装甲軍団は、赤軍の包囲を撃破するために、 ブダペストでも丘の多い北側を進んでたたから攻撃を行った。同時に武装親衛隊の部隊が戦術的優位を確立するためにブダペスト西から攻撃を行った。1月3日、赤軍はこの脅威に対応するために4個師団を派遣。ブダペスト西20キロ近くのビツシュケでドイツ軍の攻撃を阻止。1月12日、ドイツ軍は撤退を余儀なくされた。 1>, 1月7日、ドイツ軍は、第2次、コンラート作戦を開始、ドイツ第4へスエス走行軍団は、ブダペストの飛行場を奪回し、空輸の効率を改善するためにエステルゴム方面から、攻撃を開始した。1月17日、第3次、コンラート作戦が開始、ドイツ第4へスエス走行軍団、第3走行軍団は、ブダペスト南方より攻撃を行い、 赤軍四個師団の包囲を試みた。第三十狙撃兵軍団第十八新衛狙撃兵、軍団第七ルーマニア軍団ペシトの戦いの間、参加した戦車部隊合計、戦車二十二両部打の戦いの間、参加した戦車部隊合計、戦車百十九両1月一日時点での、砲兵部隊と隠する間、 ブダペストでの紫外線は激化しており、包囲開始直前の1944年12月27日には、すでにフェリヘジ空港を創出していたため、数軸軍にとって輸送問題は決定的な要素であった。1945年1月9日まで、ドイツ軍は、ブダ城に隣接する公園、大通りを利用していくつかを航空機、グライダーの発着場としていたが、常に、 赤軍の砲撃に悩まされていた。また、ドナウ川が凍るまでは、暗闇と霧を利用していくつかの必需品をはしけで輸送することも行っていた。それらの努力が行われたにもかかわらず、食料不足はますます悪化。兵士は、食料も、自ら探し出さなければならなくなり、何人かは、自らが所有する馬を食べざるを得なかった。そして極端な、寒さは、 ドイツハンガリー両軍将兵に大きな影響を及ぼした。赤軍はドイツ軍がスターリングラードと同じ状況にあると素早く判断した。また彼らは進撃に狙撃兵や工兵らを用いることにより地形を利用することができた。さらに数軸軍と赤軍の双方で展開を有利にするため下水道を用いその内外で戦うこともあった。 ソ連海軍不評6名がどうにか、ブダ城の丘へ到着、その後、地下の自軍へ戻る前に、ドイツ軍将校を捕虜とした。しかし、ブダペスト包囲戦における、下水道での戦いは、外して、地元住民の手引きを受けられる、数軸側の方が有利であった。1月中旬、赤軍による砲火の下パンツァーファウストと砲弾を製造していた工場と、 ジェペル島が奪取された。一方、ペシュトでは、赤軍の進撃により、防衛部隊は、半減、状況は悪化していた。1945年1月17日、ヒトラーは、ブダの防衛のために、ペシュトから、すべての残存部隊を撤退させることに同意、ドナウ川に架か,かる5つの橋はすべて渋滞を、引き起こしながらも、将兵、民間人らは避難した。 1945年1月18日、ハンガリー軍将校の抗議にもかかわらず、ドイツ軍は5つの橋を爆破した。1945年1月20日、ドイツ軍は2度目の大規模な反撃を開始、赤軍の防衛線に20キロに及ぶ穴を開け、ドナウ川へ進撃、ブダペスト南方から赤軍の補給線を脅かした。何としてもドイツ軍の攻勢を停止させるように、 スターリンから命令を受けた赤軍は2個軍団を派遣し、ドイツ軍の攻撃に対応するために南へ急行させた。しかし、ブダペストまであと20キロ未満まで進撃していたドイツ軍はすでに兵員が不足しており攻撃の維持ができず結局問題を解決できなかった。そのため、ブダペストの防衛部隊は包囲からの脱出する許可を願ったが、ヒトラーは拒絶した。 1945年1月28日、ドイツ軍は戦線を保持できなくなり、撤退せざるを得なくなった。そのため、ブダペスト防衛隊の運命は閉ざされることとなった。第75親衛狙撃兵軍団総勢、将兵114,719名第37親衛狙撃兵軍団総勢、将兵116,645名第18。 新英狙撃兵軍団総勢、昌兵13,140名1月1日時点の、下方平らな地形のペシュトと違い、ブダは丘に築かれた町であった。これは、ドイツ軍が下方丘に、配置、さらに丘を利用して、防衛陣地を築くことを可能としており、赤軍は、攻撃が、大幅に鈍り始めていた。主防衛陣地のゲンレールとの丘は、 武装親衛隊の精鋭部隊が防衛しており、いくつかの赤軍による攻撃を撃退した。その近辺で、ドイツ軍と赤軍は、共同墓地で戦い、蓋を開けられた、墓地上の戦いは、数日間続いた。ドナウ川の中にあるマルギット島での戦いは特に、情け容赦のない、激しいものとなった。島とブダをつなぐマルギット橋は反壊していたとはいえ、 ブダとの行き来が可能であったため、下町に臨時に設営された、飛行場の一部、または、補給物資の投下拠点に使用されたからである。赤軍は島への攻撃に、第25新鋭狙撃兵士団を投入した。1945年2月11日、6週間に及ぶ戦いの後、 猛烈な赤軍の攻撃が3カ所より行われ、ゲンレールとの丘はついに陥落した。赤軍の家砲は、町全体を支配しており、すでに2キロ四方で、食料不足と病気を患いつつあった、数軸軍防衛部隊の防衛線を撃破しつつあった。数軸軍の1日の割り当て食料は、部隊で屠殺された、馬肉、パン150グラムとなっていたが、それでも、 数軸軍防衛部隊は、降伏を拒否、あらゆる通り、家で赤軍の部隊、戦車から街を防衛し続けた。この時、捕虜となったハンガリー将兵の幾人かは、赤軍側に加わっていたが、彼らは、ブダ義勇兵連隊として知られることとなる。二日間の大激戦において、血が流された上でブダペスト南駅を占領した。赤軍は、城の丘へ進撃した。 1945年2月10日、激戦の末、ソ連海軍不評が城の丘に、共闘法を確立したが、丘の半分は依然、数軸軍が占拠していた。ヒトラーは、ドイツ軍指揮官、カール・プフェッファー・ビルデンブルフが、包囲から脱出することもしくはブダペストから撤退する、ことを禁ずる命令を、改めて出した。しかし、 補給物資を運ぶグライダーによる輸送は数日前に終了、さらにパラシュートによる物資投下も中止されていた。もはや望みがなくなったことを悟った、プフェッファービルデンブルフは独断で包囲網からの脱出を決定した。通常、ドイツ軍指揮官は、ハンガリー軍部隊を合わせて指揮し、ハンガリー軍指揮官の意見を聞くことなどしなかったが、 この時ばかりは、異例なことにプフェフファービルデンブルウフはこの最後となる、決死の脱出劇に、ハンガリー軍指揮官、イバーン・ヒンディを引き入れた。2月11日夜、ドイツ・ハンガリー将兵2万8000名が城農家からの、撤退を開始した。彼らは3派に分かれて行動、それぞれ何千人もの民間人を含んでおり、家族らは馬車を押して、雪や氷の上を進んだ。 しかし、赤軍は、すでにこれに対処するべく、待ち伏せを行っていた。ドイツ・ハンガリー将兵は、民間人らと共に霧を効果的に利用して、撤退した。第一波は待ち伏せしていた、赤軍将兵と過宝を驚かせることとなり、その多くが撤退することができた。第二波、第三波は、運がなく、赤軍の過宝 カチューシャロケット砲による攻撃で、大勢の死傷者が出たにもかかわらず、5000から1万名が、ブダペスト北西の森へ脱出に成功、ウィーンへと退却、ドイツ将兵約700名は脱走した。大部分の逃亡者が、赤軍の攻撃により、戦死、負傷、そして捕虜となった。ドイツ軍指揮官プフェファービルデンブルウフ、ハンガリー軍の指揮官ヒンディラモ、 脱出の際に重傷を負い赤軍の捕虜となった。1945年2月13日、残存していたブダペスト防衛部隊はついに降伏した。ブダペストの街で破壊、もしくは損害を受けた建物は80%に及び、その中には、伝統ある、ハンガリー国会議事堂、ブダペスト城も含まれていた。そしてドナウ川にかかっていた5つの橋の全部が、破壊された。 ドイツ軍、ハンガリー軍の損失は激しく、全師団が撃破された。最小に見積もっても、第13装甲師団、第60装甲敵団兵士団、フェルトヘルンハレ、第 8SS 騎兵士団フロリアン・ガイエル、第 22SS 義勇騎兵士団らは、ほとんどが壊滅した。そして、ハンガリー第1軍団も、壊滅、第10不評師団、第12不評師団、 第一装甲師団が殲滅された。飢餓、もしくは病気で死亡した。民間人は確定ではないが、約4万名と見積もられる。また、他国の赤軍占領地域でもそうであったように、一般兵士から召喚までもが略奪、暴行に参加し、10歳から70歳まで、およそ目につくほとんどの女性が強姦された。ルーマニア第四軍団赤軍第18狙撃兵。 軍団戦士791名、行方不明50名、負傷2568名戦病72名包囲に参加したすべての軍、戦士1044名、行方不明52名、負傷3411名、戦病276名春の目覚め作戦を除いて、その年の3月に開始されたブダペスト包囲戦は、ドイツ軍が南で行った最後の、 大規模作戦活動であった。赤軍による、さらなる包囲は、ドイツ国防軍、そして特に武装親衛隊を減少させることとなった。ブダペスト包囲戦は赤軍にとって、ベルリンにおける戦いの最終リハーサルであった。そしてこの戦いは赤軍による、ウィーン攻略作戦を開始させることとなり、ブダペスト降伏2ヶ月後の1945年4月13日。 ウィーンは陥落する。ブダペスト先行メダルは戦いに参加したすべてのソビエト赤軍将兵に与えられた。ブダペスト王宮の丘地域での戦いはその住民の日記、回顧録から伺い知ることができる。1944年当時15歳であったランスローデ生は家族と共にメーサーロッシュ32番街に住んでいた。この地区は ブダペスト南駅近辺であったため、最も熾烈な攻撃が行われた一つであり、丘における戦いにとって戦略的重要な地区であった。デセエは、包囲戦の間、日記をつけていた。また、兵士、アンドラーシュネーメトの回顧録にも包囲中、彼の仲間が観測書として以前使用していた空の校舎への爆撃について記述している。ありがとうございます。